どうも、怪しさ 120% の男、ブス島です。S の方程式実況プレイやっていきたいかと思います。はい、なんだかんだで忘れながら進めておりますが、S の方程式でございます。結構ね、面白いな、やっぱこう改めてやってみっと。なんか自分一人で楽しんでる感じですけどね。まあ行きましょう。実際ね、こう一人でやってる、こう読み上げたりとかもないですが、カチカチカチってやって結構ね、スムーズに進むんですけど、まあ実際にこうね、カチカチやってるパターンではなくて、まあこういう風にやっております。じゃあちょっと早速行きましょう。てんてんてんと。ゲンさんは黙って私の目を見つめている。私はもう一度言った。私にはわかりません。そうか。私にはお前さんは分かっているように見えたがな。ポツリとそう言った。鋭えな。どうなんだろう。私には何が分かっているのだ。自分でも分からないのに。昔のようにまたじわじわと自分の無能さに対する歯がゆさが胸を締め付ける。分かりません。もう一度つぶやいた。ああ、もうこれは俺は寺田かな今度。親さんの質問に答えろよ。こいつ相変わらずな。腹立つな。気の短い寺田が声を荒げる。でもこれが年取るとこういう風になっちゃうのかな。やっぱりね、わしからは特にもうないな。源さんがいつものなんて読むんだよ、ヨーヨーとした笑顔にでいいのかな、戻って言うと。寺田、本当にあんたはいつも神器臭いな。そんな顔すんなよ、警察まで先行臭くなっちまう。嫌なやつだ。寺田、源さんが一言鋭く言う。お前は知り合いが死んで景気のいい顔ができるか。いえ、そうだったな、悪かった。あー、さすがだな源さん。かっこいいな源さん、いいぞこのキャラ。まああとは警察任すといいな。あんたは帰ってもいいぜ草薙。寺がそう言って歩き始めながら振り返る。そうそう、あとあんた相棒の探偵野郎にもよろしく言っといてくれ。今度は何かやらかしたら逮捕してやるってな。あー、ちょうどなんだよ、ここで切ればよかったな。ちょうどシーンが変わったし。おお、怖い怖い、声がした。見ると案の定そこには鈴崎が立っている。ちょうどこの辺で切ればよかったけど、まあしょうがねえな、切るところわかんねえもんな。お、来たね。寺田刑事殿の逮捕は勘弁願いたいでありますな。な、人の悪口をは控えめにしないと寺田刑事殿、この世の中誰が聞いてるかもわからんぜ。あー、確かにね、これはその通りだわ。うん、そう思います。私も特にメッキの走る探偵野郎さんなんかにはさ、にやりと笑う鈴崎。寺田が顔を真っ赤にするのがさっきに源さんが口を開く。やめろか。おう鈴崎、ちょうどお前さんの相棒を返そうと思ってたところだ。寺田が怒らんうちに帰れ。もう怒ってるみたいだか。何？寺田が肩を震わせる。しかし鈴崎は涼しい顔で一言。ほらね。これ聞いてやろう。なんだと鈴崎、お前今なんて言いやがった。おお怖いよ、天下の公僕が一般市民に向かってそんな暴言吐いていいのかい。何が一般市民だこら、抜け抜けと。お前またなんかやらかす気じゃないだろうな。やらかすも何も俺は何もしてないぜ寺田。最近やったのはナンバと超能力合戦、この2つぐらいだ。あの超能力者とかいう双子のことだろう。何が超能力だ、寝ぼけてる暇があったらとっとと相棒を連れて帰れ。行き上がる寺田とは対照的に鈴崎は軽く笑って私の方に振り向いて見せる。ご苦労だったな草薙君、早速超能力が当たったのかなこれは。さあね、あ、飛ばしちゃったけどさあねですね。でも私でも嫌な予感がするよ。ふん、俺もさ。ちょっと嫌な予感しかしねえよ草薙。なおも鈴崎に食ってかかろうとする寺田を例によって源さんが押しとどめる。寺田、でも親さん、いいからお前はさっきの件早速打診しとけ。わかりました。どうもやっぱこう読むのは苦手ですね。でも好きだからやってしまう。まあそんな感じですね。不満そうに寺田が去ると源さんがため息をつく。鈴崎、前にも言っただろうが、あんまり寺田をからかうな。あれでもうちの出世頭なんだからよ。お前に変なトラウマつけられたらかなわん。
からかいやすくってさ、ついね。わかった、気をつけるよ、おやさん。よし。なんだかんだ言って信頼してんだろうな。ゲンさんが、スズキに体を向ける。信用か、信頼ではない、信用はしてる感じだよな。まあ詳しいことは相棒にも聞いて、今夜は帰れ。明日にでもお前さんたちの新しい事務所にお邪魔するかもしれんが、どうせ詳しく司法解剖してもこれ以上は何もできんだろうからな。あー、了解。じゃあ行こうか、草薙くん。スズキが歩き出す。私も慌てて歩き出すと、すれ違いにゲンさんがつぶやいた。なんだよ、なんか意味ありそうだな。こういうのが一番意味ありそうだな。本当にお前さんたちのコンビが出てくると、まともな事件もまともじゃなくなるな。あ、ただぼやきですね。全くその通りだ。何も言えない。私にはそのまま進むことしかできなかった。確かにな、まあまともな事件だったらまた違うゲームだろうね。うん、いや、ちょうど新進区切りでやりたいけど、なかなか時間的にどうなんだろう。新区切りまでやっちゃった方がいいのかな、こういうのって。相変わらず迷うぜ。事務所へ戻るまでの道すがらも交え、鈴崎に事件のあらましを伝えた。ヌエの隊員についても一応伝える。鈴崎もまた3年前の事件の当事者だ。話はすぐに通じた。嫌な話だ、ポーツリ言う。全くだ、全く嫌な話だ。鈴崎どう思う？今回は本当に彼女のただの自殺なんだろうか。さあな。だが辻褄が合わないのは確かだな。鈴崎もいつも私より 2,3 歩早めに歩く。今の私の言葉に考え込むように頭に下げ、ポケットに手を突っ込んだ。しばらく黙って歩いていたが、事務所が見えてくると鈴崎は思い出したように口を開いた。何さ、何よ。おう、事務所。そういや、嫌なことをついでにもう一つ嫌なお知らせがあるんだ。なんだよ。ま、帰ればわかるかね。なんだよ、ろくなことじゃねえんだろうな。また何でしょうかね、今度はね。もう嫌なことばっか、本当に。お、双子よ、お帰り、お帰りなさいませ。事務所に入ると、思いもよらず元気な声が私たちを迎えた。そこにはあの双子がいた。遅いじゃん、鈴崎。歩むとか言ったが、左の子がそう言うと、もう一人のミサオが私に笑いかける。草薙さんもご苦労様でした。何でもお知り合いが自殺をなさったとか。お気の毒、ご愁傷様だな。ご愁傷様。歩むがポンと手を叩く。それだ。鈴崎が寮の手のひらを上げてみせる。高三のジェスチャー。ああ、移動とかあるんだ。へえ、なんかいろいろ移動できる感じですね。まあとりあえず、まあ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 、ちょっとこれメッセージ。黒の T シャツだ。あれ、どうした、どうした、これのことかい。鈴崎、なんか文字違くなってんな。な、鈴崎が情けない顔をする。彼も人並みに女子供は苦手なのだ。私もだが、陽子や佐々木くんが帰った後もこの二人居座りやがってね。ふーん、これが嫌な知らせか。君がいなくなった後になって陽子が気づいたんだがね、この双子たち俺たちで探偵対決するって言ってただろ。ああ、なんで対決するのか全く決めてなかったんだ。どうしようもねえな。随分と間の抜けた話だ。彼女らしいといえばそれまでだが、じゃあ雑誌の企画の方なんてどうなんだい。ああ、それが。鈴崎が口を開こうとすると、それを押しのけて双子が出てくる。ほほう、双子は屈強のない表情で歩が言う。延期だってさ、延期。そしてミサオで、私たち2人暇を持て余していましたので、こうしてお泊まりしてやろうと思っていたら、あんたが事件に巻き込まれたって警察から連絡があって、鈴崎が飛び出していったと。まあそういうわけなんです。その話を聞き流し、私はソファに倒れ込むように座る。警察でゲンさんたちに語るため、久しぶりに記憶から引き出した3年前の事件は、思いのほか鮮明に心をかき乱し、今日立ち会うことになってしまった里美さんの死はあまりにも現実離れした
認識しづらい現実として心に重くのしかかっている。疲れた、眠たい、何も考えずただ泥のように眠りに逃げ込みたかった。ではちょっと間違い、もう一回メッセージを押してみるか。通常ですよ、通常。あ、こっちの方がいいね、やっぱりね。ストライプの大きなシャツを着ている、薄手な、こんな感じでしょうかね。話聞いてみようか。まだね、そういえば君は私が出かけようとして気をつけなよって言ったよね、言ってたねと、当たってただろ。当たってたも何も、あれは予知ってやつなのかい。なら一言教えてくれれば。言いがかりだとは自分で分かっているが、愚痴の一つも言わなければ気が済まない気分だ。つい語気にトゲが混ざる、へへへ。だが歩は意に介さずニパッと笑う。悪いな、何が起こるかまでは分かるわけじゃないんだこれが。でも古い記憶の匂いがするとか言ってたし、それにそういえば君は待ち合わせの時間に遅れかけてたことを教えてくれたじゃないか。どうせあれ時計をチラ見してたとか、そんなところじゃねえかこれは。確か鈴崎は私の年齢も知っていたし、説明してやってよミサオ、俺そういうの上手くないから。しょうがないわね。じゃあ私から説明して差し上げますわ。ミサオは静かに説明を始めた。もうなんだかね、なんかマジックのような気もするんだけどな。私たちも年がら年中超能力、何でもかんでも超能力ってわけにはいきませんわよね。ミサオがそう言って私と鈴崎へ交互に視線を走らせる。確かにそうだ、私はその問いに背く。一方鈴崎は腕を組み黙って話を聞いている。ミサオは一つうなずいて話を続けた。私たちも普通の女の子ですもの。え、女の子なの両方、やっぱりそうなのね。女の子の日、生理ですけど、は辛く集中力がそがれるし、同じ力をいつでもどこでも使えるってわけじゃないですからね。でも周りの人間はこっちの都合なんて考えちゃくれませんからね。ちょっと今日は調子がなんて言ったら、その時点で偽物扱いされちゃうんですもの。だから自然といろんな知恵が身につくんですの。ほうほう、例えばさっき言われたあなた方の年齢を知っていたこと、これは簡単ですわ、あらかじめ聞いてたとか、そんなところだろう多分な。あらかじめ陽子から聞いておいた、やっぱそうだよな、そんなところだろう。鈴崎が口を開く。双子はにっこり笑った。まあ そのままですね、その通りですわ。年齢については滝沢さんから聞いていましたの。じゃあ待ち合わせのことを知っていたのはなぜか、さっきも言ったけど多分時計とかチラ見してたからだろ。これについては滝沢陽子もカメラマンの佐々木君も知らなかったはずだ。それは俺が説明してやろっか、歩が言う。多分そうだと思うんだけどね。最初に陽子さんがあのカメラマン佐々木のことを超能力者だとか言ってからかってただろ。俺らは後ろの方で様子を伺ってたんだよ。あの時草薙しきりに時計を気にしてただろ。あ、やっぱりそうじゃん。確かにそうかもしれない。あの時点でしきりに時計を気にしていたってことは何か用事があるってことだろ。しかもそんなに時間がないってことじゃないか。あとはパッタリ見なくなってからこりゃ忘れたなって推測でいい。歩がミサオに尋ねる。 OK、 えへん、推測できるんだよ。じゃあ過去の匂いって言ったのは、これは結構博打要素が強いんだけど、傍らで今度はミサオが口を開いた。双子な、いつどこで誰が誰と、なぜ誰にどうやってどうしたっていうのが八難の法則でしょう。これがはっきりしていればそれだけ物事が限定されますよね。でもそれ言わないのがポイントなんです。ポイントなんですか。10分後に悪いことが起きるっていうよりも近い未来、ああ5日前に失恋したでしょうって聞くよりも、しばらく前に失恋したでしょうって、あ、勝手に合わせてくる占いのあれか。そうすると聞いた側にとって自分で都合のいいように受け取ってくれるんですのよ。あ、当たってるって。鈴崎は苦笑いしながら言う。まあ確かにな、これは使うな。
バスへの占い師と同じ原理さ。あなたの気の弱さが事態の悪化を招きませんとでも言えば大抵の人間はうなずくもんだ。強気の人間はそんなにいるもんじゃないし、そもそもそんなやつは占いなんて信じないからな。要は相手に当たるって思わせるテクニックだ。そんな、そうですね、技術ですよ、技術。時計を見ている時の草薙さんの浮かない顔がポイントですの。ミサオが静かに続ける。あんまり楽しいって顔じゃなかったし、ちょっと上の空だったから。じゃあ君らはインチキなのか。思わず口にすると歩が抗議の声を上げる。お、またあの顔になるか。そうでもないか。双子は見るのは別に初めてではないが、こんなにそっくりな双子は初めてである。それでいて受ける印象が全く違うのも面白い。インチとかそういうレベルの話じゃなくてさ、草薙が勝手に引っ掛けただけの話だぜ。確かに、まあ確かにそうだ。納得はいかないがとりあえずうなずいた。だろう、じゃあこっちか今度は。それでミサオの言葉を遮る。ごめん、すまないけどもういいかな。ひどく疲れていて、明日にしてくれるかい。一挙に疲れが吹き出すかのようだ。双子は快活に言った。あら、こちらこそごめんなさい、気がつかなくて。どうか私たちに構わないで休んでください。俺たちも勝手させてもらってるからよ。鈴崎も出て行って誰もいないから、あちこち探検されてもらっちゃったしな。このビル広いから探検のしがいがあったぜ。その代わりっていうのはなんですけど、お二人のお部屋のベッドメイキングもしておきましたから、すぐにお休みになれますわ。できる双子じゃねえか。おお、素晴らしいね。な、お前らそんなことしてやがったのか。なんか消えてるもんはないだろうな。鈴崎の眉を潜めるが、二人は涼しい顔だ。へ、盗むような高価品もないじゃんか。私もそんなリスクは犯しませんわ。まあ物盗むやつ盗まねえやつってなんとなくわかるからな。ああそういうこと。歩が無邪気そうに笑う。見ていてくれ、見てくれだけだとしても、その小悪魔的な笑顔は怒る気概を奪う程度に可愛い。鈴崎が何か言いかけるが、それも遮って言葉を続ける。あ、でもそこにあるパソコンはちょっと欲しいかな。なんてのインターネット、あ、そっか、まだインターネットって全然この頃普及してねえもんな。まだ一般家庭にまでそんな誰でも持ってるっていうのはなかったもんね。なんてのインターネットってんですか。これからは超能力者もパソコンで世界と情報交換しなくちゃね。ねえじゃねえよ、テレ放題とか懐かしいな。そういえばな、お前ら仮にも超能力者を名乗るんだったら、世界と情報交換なんて電波でやっちまえよ、ピピッと。電波って何？それって超能力じゃなくてヤバい人じゃない？大して変わらん。どっちだっていいだろう。よくないやい。なんだかんだ言って鈴木は二言の会話を楽しんでいるようだ。私は一方ひどく眠い。彼らは放っておいて寝ることにしよう。そうと決め、顔を突き合わせる鈴崎の双子の間に割り込む。漫才してるところすまないけど、じゃあ私は先に休ませてもらうよ。鈴崎、君たちもお休み。おう、お休み、お休みなさい、という感じで、シーン切り替えか、そろそろな。ああ、じゃあ明日な。ああ、ああ、で終わっちゃったよ。あらららら、これでまた先に進む感じですかね。なんかちょうどいい感じで切れそうな感じですね。部屋に戻ると、確かにベッドが綺麗に整えられていた。留守中に侵入されるのは歓迎しないが、これはありがたい。はい、ということでね、まあ今回はこの辺で終わらせたいと思います。なんかちょうどね、シーンも切り替わったんでいいんではないでしょうか。これからまた長くなりそうなのでね、ここで一旦切りたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。あ、ほんと出てくるの全員べっぴんさんだな。ブス島でいいや、こっちはそうべっぴんさんだけどタイプではねえな。うん、恥もんならな、性格いやね、あんまりそういうことしたくないんですけど、あ、キーボード勝手にめっちゃドストライクだな。いいっすね。まあまあまあ、ソフトボールだけにね。もう下水な主人公。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。